開封動画をちょっと着てみたいと思います。来ました。実は本日ある方から素敵なプレゼントをいただきました。どうもポチャル TV りゅうちゃんです。よろしくお願いします。2022シーズン入りの届きました。よろしく。開封動画をカッチョに撮れと言われまして、今から撮りたいと思います。今年は誰のユニフォームを買ったのかと。去年まではですね、背番号8番脇坂康人選手です。今年はさてりゅうちゃんは何番買ったのかというのをちょっと楽しみだと思うんですけれども、まあこれね、めいちゃんがやった方が人気が出るかなと思うんですけど、どうね、今回はりゅうちゃんがやらさせてもらいます。いきます。来ましたね。見ますか。ここまで来たら分かると思うんですけど、こういう風に入ってるんですね。で、あ、ちゃんとくるんでくれたんです、この空気のやつで。折り目がつかないようにくるんでもらっていて、じゃーんと届きました。背番号8番橘田健人選手のユニフォーム届きました。ちょっと開けてみたんですけれども、ポチャフロをご覧の皆様からいろいろと、ユニフォームちっちゃすぎないかといろいろありましたので、去年までは M サイズを買わさせていただきました。これはですね、まあ、フロンタルのユニフォームってすごい人気なの皆さんご存知だと思うんですけれども、たまたま押した時に M だけ買えたんですよ。一番最初に購入する限定、去年まで9000枚とか1万枚だったと思うんですけど、その限定の初回で買えたので、もう買っちゃえと思って M サイズで買わさせてもらったんです。そしたらやっぱりちょっとね、お腹の方がぽっこりするような感じになっちゃったと思うので、今年はですね、ちゃんと L サイズ買わさせていただきました。橘選手は L サイズですね。ちょっと着てみたいと思います。では着ますよ。あっ、着替えちゃいました。どうですか。まずここですよね。星6つになります。でフロンターレのフロ最高ですね。ザ・フロンターレ、フロンターレしかできないですね、このエンブレムというかマークは。このマークはフロンターレしか使えないマーク。で、実はジャパンさんがありまして、風磨さんももちろん肩に入ってまして、で、アンカーさん、イノシーさん、で、富士通で、来ました。ここにも風磨さん入ってて、来ました。ゴールド、チャンピオン、チェーリングマークですね。ゴールドの優勝チームしかつけられない。で、川崎式で、後ろに SNBC 商品で、下にはで、ここに M がありません。で、L サイズなのでちょっとだけ楽になりました。ありがとうございます。楽になりましたで、これでね、次のセレスト戦ですかね、等々力セレスト戦からこれで応援したいと思います。それで、まずですね、2週にわたってメイちゃんに任せて伝えまして、メイちゃんは本当にありますということでですね、セレスト戦からまた参戦したいと思います。まあ、メイちゃんだけの方がね、いいっていう方の声、わかります。メイちゃんも言いたいです。わかります。もうちょっとやらさせてください。もうちょっと。もうちょっとだけやらさせてもらえればなっていうふうに思います。本当に最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは今日のポチャフロ DV は以上となります。せーの、ポチャフロ、ありがとうございました。ポチャフロ TV のメイです。実は本日ある方から素敵なプレゼントをいただきました。早速開けてみようと思います。なんと